綺麗。なんでだろうな。ファイヤーフライにエリーに届けるだけのはずが。クリハも一緒に横断した。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。俺も治療薬の話に乗せられた。あの子のためと思ったのか。いずれにせよ、俺たちはファイアフライを見つけた。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。あの子の命と引き換えろってことだ。何をしている。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。弟、うん、でどうしたんだ。救ったよ。さあ来るな。大丈夫、大丈夫。出口をふたげ。やつを逃がすな。エリーには何て。あいつらも検査を受けたな。免疫は役に立たないと言った。あの子は信じてる。分かったって。戻らなきゃな。動かせる。こっから。うわ、もう入れんのかな。もういらない。調整イベント。なんかいろいろ見たくなるな。気になってるんかな。前はあれやもんな、3やもんな、プレイステーション。
エミーじゃないやんな。エミーじゃないやんな。エリーか。クロワルは。エリーか。エリーを操作するんじゃないやんな。次交代する。ついてんだよ。なんか違和感あるな。さっき話したことだけどな。きっと俺も同じことをした。誰にも話すつもりはない。弟えらい老けたな。5年後の話らしいよこれ。あれから5年にしては老けすぎじゃん。ちょっとびっくりさせないでよ。何をしたんだ。元気？うん。何しに来たの？顔を見る。みんなお前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。この前トミーと遠出したんだが、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確か何だったっけな、時計のジョーク。ほらジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな、邪魔して悪かった。ただその見せたいものがあって、すぐに持ってくる。字幕入れれんねん。ああ、そうやな、字幕入れるんじゃない。日本語字幕おかしょうしたな。何入れようかな。こいつはギターっていうか。ああ、だから担いでたん。知ってる。弾こうか。いいよ。絶対に笑わない。笑わない、絶対に。約束だぞ。
え？え？ L でこう。L？ え？どういうこと？これこんなんあんねん、すごい。I can see our future days, days of you and me. それで我慢しとったな。やるよ。ちょっと待って、触ったことも教えてやるって約束したろ。その夜のことどうだ。決まり。よし。決まりだ。ねえ。ジョーク思い出した。時計を食べたら遅刻した、なぜだか。時間を食ったか。何それダッサ。ユリーはワンの時何歳だったっけ？何歳なの？中学校か。中学校じゃない。中学校ぐらい。14歳ぐらいじゃないの？でも5年後っていうことは19。そうかそうか、にしたら幼いなと思ってたらそういうことやんな。女子、おはよう。ごめん、寝過ごしちゃった。すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？あ、キスのこと？ディーナのことだから何の意味もないって。俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよ。ディーナのキス。てっきり別れたばっかの俺の元カノと。だからやきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。冗談なんだよ。気にしてない。気が弱い。あんた最低。あんたキスするよ。最低。遅刻だぞ。
うん、臭くない。どうすんの、どうすんだよ。マジで。なんか持っていくん。あ、これは玉。あ、上着。ついてないね。うるさい。起きるとこだったし。ほんと。忘れ物は？ないよ。これ日本人かな？日本人かな？アジア人。朝からお前の忘れ物。アジア人やがった。日本人っぽい感じらしいんだ。お前がディーナ。キスした。向こうがしたの。それ見たせずお前にひどいこと言って。そう。でジョエルが殴って。小づいただけ。それでなんでお前がジョエルに切れる。ゆうべはどうかしてたの。なるほどね。マリアが話したい。どこにいるの。食堂。セストなの。さあ、ね。いなかったことにしておいて。無理。この裏切り者。ひひで。ねえ、私たち平気で。俺たちか。心配すんな。リーダーに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリル、平気だ。気にすんな。ありがとう。なんかあった？あ、そうな。もう操作で必死やわ。それはもう一回触りに行ったら変なのな。もう一回触りに行ったらおかしい。もう触りに行ってみる？うん。まあ後からいろいろできるやろ。銃構えられへんねん。すごい。うわ、肉が。すごいな。ほんまや。おじいちゃん。ほら、気持ちいい。かわいい。すごいな。やっぱり、すごいなってるな。描写が。こいつと付き合ってるってことな。違う違う。ちゃうの、うん、この人の彼女と、うん。キスしたって話でした。ああ、そうか。エリーは、同性愛やねんな。そうや、ワンでそうやった。サブエピソード見てないの、みたいな。いらない。マリアは？怒った。どうだろう。エリー、待ってて。先生、あなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて、お願い。先生、先生来て。よう、
その夕べはちょっとばかり飲みすぎちゃって。だろうね。これでも謝ろうとしてるんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてた。そうだって。サンドイッチ作ったんだ。あそこ。ステーキ。ありがとうございます。ああ、すいません。気をつけて。どうも。感謝するな。それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。いい匂いよ。あげる。マジで。マジで。外まで送る。いい天気。もうさっさと進めた方がいいかな。見る？でも今何も落ちてないやろ。まあね。あ、でもなんか触れる。ある。何これ。え、読めんの？カードゲームが中で出てる。ああ、スパークの研究所で生まれたキーンツインズは人間の感覚。しんどいね、もう。あとあと使えるの？あ、しまった。ということはあとあとなんか使えるの？いや、これあるやん。取れるんあるやん。もうこの。いろいろ見ろっていうことやな。まあね、ここさ、喋れんのかな。マロとかね、マロじゃない。向こうでトニックを交換して、とか言ってんのかな。分かった。じゃあ、登山道の巡回は他のやつに任せるよ。酔う？エリ、行ったことある？俺ちょっと酔うな。ディーナは慣れてる。まあ、まだそんな大したもんないやろ。じゃあ序盤やから。もう進めるわ。ストーリーを進めるわ。これは1時間しか記録できねんな。今で、これ自分でやらなかったかな。録画終わったっていうの。多分勝手に消えるんじゃん。自分で時計測っとかなかったけど。うん、そういうこと。多分ピローンって言うと思うけど。言うかな。何？ジョエルとうまくいってないみたいだけどな。まあ、ありや。ジョエルは心配してるけど、決してあの人があなたを平気だって。この人とキスしたってこと？違う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 よ。ちゃんと後で同情始めたらわかるから。気をつけて。どうだ。おい、ディナー、当番だぞ。ちょっと待って。お前の彼女救助室連れてこい。なんで笑ってんの？この男の人の彼女とキスしたんか。元彼女。あ、ごめんみんな、もう行かなきゃ。どうもどうも。あのさ、ゆうべはあんな風に消えたりしてて。ああ、別にいいの。気持ちは分かるの。私も後悔してるんだ。何だ。そもそも私が誘ったわけだし、それに何もあんな大勢の前でキスしなかったって酔ってたとしていいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。本当エリーって話遮るの好きだよね。
すごいな、うん、細かな描写が、うん、の西に帰省して感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一。よし、出発だ。結局
結局エリーが本人がその自分が抗体持ってるって気づいてないってこと？いや、抗体自体は持ってるのは本人が知って、でも結局ジョエルはそれが使えてないっていうことになったんやんか。結局使われへんことになったってジョエルが嘘ついたんやん。で、エリーは信じてんねん。信じるふりというか信じてる。じゃあ信じさせてっていう展開でございます。あ、そうやった。エリー？これエリーちゃうやろ？準備しろ、見せたいと思う。何？いいから。来いよ、こっちだ。動かせる、うん、誰これ？日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ、待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくて。動かせるのはジュエルとエリーだけにさせてよ。眠れなくてさ。あんたも南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことは。何に地元でしょ。ああ、でもあいつ絶対あることないと言ってそう。そうだね。暗い中ここまで来た。ああ、ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だな。俺はいつもと同じ。メルと別れるのか？ああ、まさか。ありえない。のろけは勘弁だよ。危な。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら、やば。おいおい、こっち見ろ。アビ、下見るなって。チャンスって思えばいいだろ。あんたが蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。
誰かと話した。まずお前に見せなくて。武装した見張りが町から移動してた。他にも拠点があるし、電気も通ってる。銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうするか。例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろう。任せればいい。冗談だよ。じゃあどうするの。ねえ、なんか変だよ。メレイ子供だ。ああ、そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるでしょ。信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死にはださない。やめて。ロッジで待っていた。生きてる。ナイフもない。うわ。うん。うわ。
死んだ。へえ、これは初回忘れるわ。もう逃げた方がいいんじゃない？これ。この登れんのか、ほんまや。おいおいおい。あ。登ってこられへんの。あれが、あれか。場所確認しなきゃ。銃、あ、そうか。でもこの間やったとこじゃない？1ヶ月前ぐらいじゃない？でも忘れてる。うん、忘れてんな。リロード。リロード R2。無駄にしてしまった。敵を掴めんのか。
なんか関係ないか。すごいちゃんと割れるの。あれはないやろ。ピキおりそうやな、奥。こいつが目見えてないやつやったっけ。いや、見える。ある程度まだ見える。これはもうセーブできんのかな。あ、うん、結構セーブできそうやなこれ。1時間やろ記録は。え、俺どこ行くの。うわ、3匹おる。
見つかったら走ってくるんだろうな。これ行ってあげなかやろ、うん、生きてると思うんやけど。じゃあ